ローテ空港は、スペインカナリア諸島、ランサローテ島にある空港。アレシフェ空港としても知られる。ランサローテ島の中心都市であるアレシフェの南西5キロメートルのサンバルトロメに位置する。国内線のみならず国際線も多く運行されており、毎年数十万人の観光客を受け入れる。2012年の旅客数は516万8775人だった。 カナリア諸島内の他の島やスペイン本土と連絡するため、また航空機の燃料を補給地点とするために、1930年代にランサローテ島に飛行場が必要とされ、グアシメタ平原に飛行場が建設された。1941年7月24日、152EC ダムが初めてグアシメタ飛行場に着陸した航空機となった。スペイン空軍は、 防御目的での高級的な飛行場の必要性を認識し、アレシフェに新たな飛行場が建設された。この飛行場は1946年に暫定的に民間機を受け入れ、滑走路の延長やランプスペースの追加などの改善が行われた。完成センターと同時に新ターミナルが建設され、1970年3月3日に国際線、 国内線の運行が開始された。グアシメタターミナルの売りは、カエサルマニケによって描かれた、ランサローテという大の壁画である。空港の利用拡大とともに、施設の改善が必要とされ、距離測定装置、軽機着陸装置、超短波全方向式無線標識などの設備が、滑走路03-21に導入された。新しく滑走路の照明が設置され、 消防署が新設された。1999年には新ターミナルがオープンし、このターミナルは年間600万人を受け入れることができる。その後、旧来のターミナルがリニューアルされ、スペイン本土便やカナリア諸島間の便に使用されている。ランサローテ島の航空遺産に対する観光客、地元住民それぞれからの関心に応じて、2002年にはグアシメタのターミナルが、 航空博物館となった。この博物館は、島の航空の歴史について包括的かつ詳細に知ることができ、映像資料も存在する。出典、会えな。ありがとうございます。